最近の本が読める。髪が悪いっつってんじゃね、髪が悪いっつってんじゃね。静粛に。本を読むなら紙 vs 電子書籍。お疲れ様です。いけるかこづけです。今回ですね、本を読むなら紙 vs 電子書籍、お互いのメリット、避けては通れない問題と言いますか、やっぱりこう小説もそう、もちろんそうですけれども、紙と電子書籍、まあ、お互いのメリットですね、どっちがいいのか討論したいと思います。がぜん紙、なんでかっていうと、最近の本が読める、やっぱり電子書籍よりは発売は絶対紙の方が先なんで、読みたいなと思ったらすぐ読める。じゃあ一方電子書籍の方、はい、紙の良さももちろんわかります。ただやっぱり電子書籍の便利さ、これですよ。まず電子書籍のメリット、いつでも購入ができてその場で読める。やっぱ現代の中で携帯っていうのはね、もう皆さんほとんど持たれてますよ。好きな本を購入してこの場で読める、これはでかいですよ。これ僕個人のやっぱ好きな理由の一つでもあるんですけれども、やっぱりこの所有感ですよね。この本買った自己満足、満足感で言ったら絶対紙の方が勝っているんではないかと思うんですね。紙の方が入ってくるんですよね。紙が悪いっつってんじゃね、紙が悪いっつってんじゃね。電子書籍、静粛に静粛に静粛に。どうですか、学校の頃教科書って本ですよね、いわば本ですよ、ね、電子書籍で勉強を覚えるよりはやっぱり教科書、教科書で自分でメモつけたりペン取ったり暗記すること、これは紙の方ががぜん頭の中には入ってくる。読んでいて疲れない。近代やっぱり携帯だったりパソコンだったり電子機器にまみれてる生活の中で、この読書というのは古いようであり安らぎでもある。いわば癒しですよ、癒しですよ。やっぱり紙派のそちらはだって本屋に行く、本屋に行って自分で探して買わなきゃいけない。いやでも今 Amazon とかで注文すれば家に届くから。いやそれもネットでしょ、結局インターネットじゃないですか。持ち運びがこれでいいんです、スマホで済むんですから。プラス中古本が安い、中古本価格が紙より安い、いわばデータ化ですよ。はい、ということでね、さまざまな意見がありますけれども、まあ紙も電子もね、どちらもメリットはあるんですけれども、お互いにデメリットもあると。僕は正直もう紙でも電子でも、まずその読むこと自体、読むにつながれば僕はどちらでもいいなっていうふうに思ってて、その本っていうものに興味を持つ人自体がまず少なくなっていることに問題があると思っていて、まあこれあのアンケート原宿でなんですけれども、結構ねやっぱ理由としてはまず、そこに対してこの本を読まない人たちが紙でも電子でも読むきっかけをねこう作っていかなければというか、本を読まない人って多いですけど YouTube を見ない人って少ないじゃないですか。そこの違いってなんだろうなってすげえ考えた時に、やっぱりこの本を読んで自分にメリットがあるのか、例えば YouTube だったら自分の好きなジャンルを見る、好きなジャンルを見る、面白い、これってもうメリットじゃないですか、その人にとって。そもそもその本を知るきっかけが少なすぎる。メリットいっぱいあるよ、本。